だけどご先祖に対して何にも正しいエコーをしないまんま生き続けるわけだ、こっちは。それはさっき話した死音を報じないわけだね。父母の恩って言ったって直接の父母だけ恩を報じればいいってもんじゃないんだから、父母の父母はいるわけだ、ずっと父母の父母。つまり父母の恩を報ずるってことはご先祖のために対する恩を報ずるっていう意味を代表してるわけだよ。それを仏道修行者として必ずやりなさいよ、やることが仏道のもう所門である、入り口であるって大正のおっしゃってることをやらないわけやな、あ、皆さん方が浅井さんを信じちゃったから。それでその儀礼室な日頃何やってるか知りませんけど、その連中がジムかなんかやってるんでしょうね日頃は。それでそのどっか死んだって聞きゃ、はい分かりましたっつって、で一人8万円それとあと交通費と宿泊費出しますかって言って、あ、ありますって言えば飛んでいくし、ないっつったらじゃあ地元の幹部でやってくださいって、こういうことなんだよ。そんなね、本当に大商人がもう劣化の男怒りますよ、そんなことやってたら。それをね平気でやり抜いてると、ご先祖方が全部片っ、まあ一回も、つまりの場合は一度も日蓮召集に入ったこともないわけだから、学会よりももっとそうなんだから、ご先祖は一回も成仏したことないまんま愛に苦しんでる、まあ、こっちかこういうもうかっこいいって、その報いがこっちに来ないわけないんですよ。だってその最後の忘れがたみじゃないけどさ、ご先祖のたまったたまったたまった最後の残った自分だから一体化してるとも言えるんだよね。だから父母の成仏はすなわちこの成仏であり、この成仏はすなわち父母の成仏なりっていうお言葉も大聖人の方針にあるから、これを逆に言えばどうなるかって言ったら、父母先祖が地獄に山岳道に落ちてれば子孫もつまり我が身も山岳道に落ちますよってことか。で、我が身が山岳道に落ちれば父母先祖もみんな山岳道に落としてしまう、両方あるんだよと。で、唯一父母先祖をエコーするのが正しい、本当に今言ったケチ脈がたどれる大聖人様からちゃんとこのケチ脈の筋目がたどれるご僧侶にやってもらうことが唯一ご先祖を救う今まあ直近の道ですよね。それをしないっていうことをやり続けようとしてるわけだから、検証会には疑いありませんなんつっちゃって、ほういいよ勝手にそれはいいけど、まあ、俺の先祖じゃねえからいいんだけどだけど知りませんよってことよ。知り候まじきっていう言葉もあるんで、大丈夫ですその池上兄弟に言うときにね、退転しそうになったんだよ弟の方が。で、あなたはね間違いなく退転するであろうと、この度退転するのは自由だがどうなっても知り候まじきって書いてあった、うん、その故障になったとき、うわうわきつ、仏様に知らねえよって言われたわけですよ。だから知らないよ本当に、そのご先祖に対して不幸をずっとやり抜いていくわけだ、これからも検証がいる限り大方法であることはもうあなたが納得しようがしまいが門章から言って間違いないからね。ご孫子は日達商人を誹謗し、日見商人を誹謗し、日曜商人を誹謗しなんていう人が正しいわけないんで、さっきの御所3つの御所にも全部違反してるんだ。そうするとあなたはそれに連なるわけよ。師は針の落とし、弟子は糸の落としって書いてあるからね。だから針ってのは水に落とすと沈むんですよね。糸もそれに繋がってる。そういう今検証会員たちはみんなそういう状態だよね。師は針の落とし、弟子は糸の落とし、針が行くところへ、だ正しい師につけば成仏っていう境界へ糸がこうつながるように引っ張られるけど、死が間違っちゃったら同じように引っ張られていくよと、ひら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 って言う水底にこうひらひらひらっと追っていきますよと。そうするとご先祖たちのね、そのしかもこういう話を今
聞いた、前西川君からもこの少子の話を聞いた、根津君からも聞いた、ご先祖も聞いてんだよ。召集でエコーしてくれって言ってんのに、それをいや検証会議を互い持ちません言いませんなんて言ってると、ご先祖の方のこの目の前まで浮かばれるって話が来たのに、仏縁が来たのに、それを子孫のあなたがその、あなたのその思いによってね、それを止めた場合、もうちょっとで救われると思ったその先祖たちのその嘆き苦しみ の悲しさってものは、そりゃ普通じゃ収まらないでしょうね。大変ですよ。いや笑っていいことじゃないんだけど、だから冗談じゃないんですよ、これは本当に。甘く考えてたら本当に、それは後々病気、事故、怪我、経済の破綻、夫婦関係の破綻とか、いろんな人間関係の破綻とか、なんかで出てきますよ、それ。だって、こうやって支えてくれてる先祖たちを浮かばらせないんだから。山岳道に封じ込めようとするんだから。私は起点部で行くって。ね。自分が死んだ時も起点部にやってもらうなんて言ってりゃ、結局、それは、ご先祖たちは、もうたまんないですよ、それは。